トヨタ TS040 ハイブリッドは、トヨタ自動車が2014年のルマン24時間レース、及び FIA 世界耐久選手権参戦用に開発したプロトタイプ。WEC の2012.2013年の2シーズンに参戦したトヨタ TS030 ハイブリッドの後継モデルにあたる。2014年の FIA 世界耐久選手権では、ルマンこそ、 勝利を挙げられなかったものの、アウディポルシェの新旧耐久王を破り、ドライバーズ部門とマニュファクチャラーズ部門の二冠を獲得。日本メーカーとして初となるスポーツカー耐久の世界選手権でのチャンピオンとなった。2013年の WEC シーズン中、トヨタは2014年の WEC でのレース、活動継続と2014年シーズンのプロトタイプのレギュレーションに基づく、 新しいルマンプロトタイプカーの開発を発表した。さらなる詳細は8月31日のサンパウロラウンドでトヨタのテクニカルディレクターのパスカル・バセロンによって明らかにされた。TS-040 は V8 の自然吸気エンジンにスーパーアーキャパシタのシステムを後輪の車軸に搭載する前モデルの TS-030 と同様の従来のレイアウトにさらに 前輪の車軸にもスーパーキャパシタのシステムを追加搭載して一時的な四輪駆動も使用できるようにされた。2014年3月27日に公開された。2014年の WEC 開幕戦にあたる4月20日のシルバーストン6時間レースにデビュー戦に期待が寄せられた。一周あたりに放出するエネルギー改正値は選択できる4段階のうち2番目に大きい6。 MJ を選択した。最大520馬力のナノ3 7リットル v 8エンジンに回生エネルギーの480馬力が加わる。減速時には、モーターを兼ねる発電機のマグーと従来型ブレーキの組み合わせで減速し、同時にマグーにより回生されたエネルギーはインバータを介して、スーパーキャパシタに蓄えられる。一方、加速時には、 回生エネルギーが逆方向に移動し、前後のマグるから、合計で480馬力のパワーアシストが得られる、仕組み。四輪駆動のハイブリッドという点が、TS040 ハイブリッドの大きな特徴となる。2013年12月2日に、トヨタレーシングは、アレクサンダー・ブルズ・ステファン・サラザン、中島・和孝、 アンソニー・デビッドソン・ニコラ・ラピエール・セバスチャン・ブエミラ2013年シーズンを契約したドライバー全員の契約更新を発表した。さらに、リザーブ券テストドライバーとして新たにマイク・コンウェイと契約したことも発表されている。新しい LMP1H の車両規定に基づいて実施された2014年の WEC シーズンの開幕戦となるイギリスのシルバーストン6時間レースが トヨタ TS040 ハイブリッドのデビュー戦となった。前年も参戦しているトヨタとアウディの両コンストラクターに復帰組のポルシェを加えた3コンストラクターは新しいレースカーを投入した。予選ではトヨタ7号車がアレクサンダー・ブルツと中島・和ズによって1分42秒0.774のタイムでポールポジションを獲得した。2位のアウディ R18E。 トロンクワトロの2号車のタイム1分42秒0.779とはわずか0.005秒という僅差であった。8号車は1分43秒0.189のタイムで予選5位であった。レース決勝では完全なドライからヘビーウェットコンディションまで目まぐるしく変わる悪天候となり、最後は予定されていたチェッカーフラッグの時間まで30分ほどを残しながら、 豪雨により赤旗が出されてレースはその時点で終了となるような悪条件の中でアンソニー・デビッドソン・ニコラ・ラピエール・セバスチャン・ブエ・ミラ3名がドライブする8号車が優勝し7号車も続いて2位に入りトヨタとして WEC 初となる1から2フィニッシュを決めた2戦目のベルギーのスパ・フランコルシャンのレースではポールポジションはポルシェ919ハイブリッドの14号車が 獲得したために2戦連続での PP 獲得はならなかったが8号車が予選2番手に入り決勝ではデビッドソンがファーストストラップをマークして8号車が開幕に連勝し7号車も3位に入る活躍を見せ万全の状態でルマン24時間レースに挑んだ3戦目の第82回ルマン24時間レースでは7号車をカルナカジマカカが 日本人初のポールポジションを獲得、8号車も3番手と高位置につける。決勝では、スタート直後からライバルのアウディやポルシェがトラブルやアクシデントにより交代する中、7号車が序盤からレースをリードするも、レースの半分を過ぎた14時間後の219周に電気系統のトラブルでリタイアしてしまう。一方の8号車は、 他のライバル勢同様に序盤のアクシデントに巻き込まれ、最後尾近くまで順位を落としていたが追い上げを見せ3位、表彰台を獲得した。第4戦のサーキットオブジアメリカズ6時間レースでは、8号車がポールポジションを獲得したのにもかかわらず、レース中の雷雨によって2台ともスピンしてしまう。およそ1時間の中断の後、2台とも周回遅れとして再開後のレースで再スタートを切り、 8号車が懸命の追い上げを見せるも3位で終わった。トヨタ TS040 ハイブリッド第5戦の富士6時間レースでは、8号車に乗っていたニコラ・ラピエールが WEC を欠場し、8号車はデビッドソンとブエミの2人体制で戦うことになった。その8号車がポールポジションからトップを独走し、7号車とともに1から2フィニッシュを決めた。 第6戦の上海6時間レースでは予選で8号車とポルシェ14号車が互いに1分48秒300の最速タイムを出すが同タイムの場合先にベストタイムを記録した方を上位とするため先にタイムを出したポルシェ14号車にポールポジションを譲る形となった決勝レースではトヨタ8号車と7号車の1から2フィニッシュとなった 第7戦のバーレーン6時間レースでは、レース直前の時点で、トヨタ8号車のデビッドソンとブエミは、ドライバーズランキング首位をひた走っており、ここ、バーレーンで5位以内に入れば、仮に、ライバルのアウディ2号車が優勝してもタイトルを自力で、獲得できるという事実上、ドライバーズタイトルに大手をかけた状態で臨んだ、レースである。レースでは、レース前半に、 トヨタ8号車と7号車の1から2体制となるが、8号車のオルタネーターが破損して、約30分をかけるオルタネーターの交換を強いられる。レース自体はトヨタ7号車が優勝し、8号車は総合13位、LMP1 クラス8位でフィニッシュして、ポイントを得て、アンソニー・デビッドソンとセバスチャン・ブエミの2人のドライバーズタイトル体感が決まった。 最終戦のサンパウロ6時間レースでは、ポルシェ14号車とトヨタ8号車のトップ争いとなる。ポルシェ14号車は、最後のピットストップで、停車時間の短縮を図るために、タイヤ交換を行わず、トヨタ8号車は、新品のタイヤに履き替えたため、ピットストップ短縮で前に出た、ポルシェ14号車を新品タイヤで全力で追いかける。 トヨタ8号車の展開となったが、終盤にポルシェ20号車の事故によるセーフティカーランの状態でレースが終了したため、トヨタ8号車は惜しくも2位の状態のままでレースを終えることとなったが、トヨタのマニュファクチャラーズタイトル獲得を決め、2014年シーズンをドライバーズとマニュファクチャラーズの2冠を獲得して締めくくることができた。詳細は、 トヨタモータースポーツ公式サイトを参照。ありがとうございます。